時刻は24時を回りました「リアチの未タイトルラジオ」始まります、えー。ということで6月27日。 えっと二十四時ですね。今日も楽しくやっていきましょう。ということで、えっと今日は四回目になりますかね。今日はあのー、引き続き、ええー、さっちゅうさんにもゲストに来ていただいてますよ。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どうしようかな。えっと、先週聞いてない人のために。改めて、お返しご紹介ですかね。<laughs> そうですね。そう、ね、はい。はい。はい、お願いします。 えー、ラジオのリスナーやってますサッチーですよろしくお願いしますお願いします私とサッチーさんは、はい、えっと某ねあの西町のラジオのリスナーさんでんツイツイキャスじゃないとツイッターで一緒知り合ったっていう形ですよね多分そうです、うん、ツイッターでどんなって知り合うんですかどん,などんなってどんななんですか、ね、だこて今ってもリアルで遊びに行ったりしてるんですよね <laughs> <laughs> してますしてますはい、はい あどんどんなんでね。覚えてないですけど、でもあれですよあのた例えばツイツイじゃない。ツイッターでラジオのハッシュタグとかつけるじゃないですか。うん、はいはいつけますね。で、えー、やっぱそれに関連して出てくるんですよね。でそこでその例えばサッチーさんの スイートに私がコメントしたりとか、ああそれで仲良くなっていくんだ。多分そうですね。そうなんだね。そういうのでコメあのコミニコミュニケーション取りながら、ラインとか交換したりとか、で DM でとか、DM で DM とかで。じゃ私は多分あの人見知りだから私から会いましょうって絶対ないないんですよ。でしょうね。そうなんです。だから多分サッチさんが 連絡をくれて多分あったんです。あの時ね。だったっけ？多分たまた私が沖縄に旅行にまだ内地に住んでた時に旅行に来て、なんかいるんだったら会おうよみたいな。あ、なるほど。そんな感じだったね。で、あのりまだほらあの彼氏だった今の旦那さんの陸海空さんと一緒に那覇で蕎麦食べたね。蕎麦食べて。ええ。どこでしたっけ？ガブソば？ガブソば？ガブソカガブソカそばからね。 そう食べに行ったりとか、うん、それが最初の出会いですね、えー、で、その、まあ、そっから移住して移住してもこうやって仲良くさせてもらってるっていう頻繁にやり取りしてるもんねうんじゃあ飲みに行きましょうとかそういったのもあるってことですかねなんかあんつばさんが来てるけどは行ってないんじゃん。あそうなんだ年末にう、ね、年末に私の那覇の行きつけのはいはいはい あ、一回だけ行ったゃそう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 、それぐらいで。はい。うんそう。竜宮通りだっけ、あそこ。那覇のことは知りません。そうなんですよ。そこで、ま、の、飲みに行ったりとか、あとは。その。殺虫タクで。飲んだりとかは。タクのみ。<ー>そう。こっちに来てから、多分まだないかな、あまり。うん,うん。私が。 中部に住んでるんで夫婦は幸夫婦は夜なばるじゃないですか、うん、遠くて大行で帰ったらえらいことになってうしう、ね、なかなかあんまり飲みに行けないっていう現状ですよね、うん、夜なばるもね美味しいお店たくさんありますしねまああるらしいですね <laughs> 私まだまだ1年ちょっとなんで夜なばるに来てあ,あの旦那さんとはどの辺って知り合ったんですかこんな感じで 旦那とはツイッターですね、うん、やっぱり今風ですよ今風なんだけどなんかね向こうから冗談言ってきたんですよそうあの当時は土木業だったので旦那の方があ<ー>だ,っだったので、うん、なんか300メートルダッシュとか ダッシュしてきてみたいな意味が分からんとか思いながら急にねでそこから DM でちょいちょいやり取りしていくうちにっていう感じですねあらなるほど素敵今風ですね今風でで共通な趣味があるからラジオラジオ家にいてもラジオ三昧ですよあ一緒にいても一緒にいてもえ これ、うん、あ、どうぞ、どうぞ、どうぞ。<laughs> いや、私はなん、なでも大丈夫これ、ラジオ。が、例えば、ほ、他の趣味、例えば、バスケ。好きじゃないですか。はい,はい、はい。バスケが共通の趣味だ。った。のと。例えばね。はい,はい、はい。ラジオが共通の趣味って。違いがあると思います。どうだろうな。でも。リスナーさんで。うん。同じバスケ。 の仲間もいるんですよ実際にうん、うん、私がやってる今毎週木曜日に沖縄市の方でバスケしてるんですけどそこでもやっぱりリスナーさんは何名かいるので、うん、なんか「サッチー」とか普通に呼び捨てですよ <laughs> 向こうでは <laughs> そっか向こうでも冗談言い合ってますからねう <laughs> もう冗談言えるとね <laughs> 言える言える仲間がいるのがいいよね,ね本当にいいと思う なんかねラジオリスナーさん同士でくっついたりみたいなのをよく聞くのでなんかラジオ好きっていうのはそういうあれがあるのかなとか思ったりするよね。ああ最初は私、ね、でもまさかラジオリスナー同士で結婚するとは思わなかったです。うん、<laughs> ああそうなんだ。<laughs> <ー>いやでもいいね素敵な出会いだから本当、うん、素晴らしいと思う。 はいねまあ、私も彼氏とか恋愛じゃないですけど、うん、今ここにいるのもだってそういった感じじゃないですか分かんないですけどどうなんですかね, <laughs> すかねラジオつながりでぐるぐる回ってここに多分いると思うんですよ。もともとはだってあの、ね、ここでやってるあれ そうフリムーンさんに呼ん,、はいね、んでもらって、うん、ここにやっぱいるわけですよ。あ,まあ確かにね。ラジオつながりでここにぐるぐる回っているっていう形ですね。うん、ねやっぱ縁を呼ぶんでしょうねなんとなく。うん、うんね、おなんか誰から <laughs> ドスコイキッサージュテイムさんですね <laughs> <laughs> なんですかねそれ <laughs> 面白いな、ねはい、ハブサブローさんもリオさんだったら即ラジオのゲストになるんだねはい誰でも呼びますよあ,あいいですねはい。うん、ね、結構ウェルカムなんで私も一人で喋るのはちょっと緊張するんで、うん、誰かと言った方がね安心するんで アンツバさんもリスナーさんのラジオネームだけで男女か女性か分からないからね分かる俺最初<ー>めいちゃんずっと女性と思ってた、ね、私もそうですそうです、ねはい、そうなんです DM が最初来て「せ、うんべろ行きませんか?」って,って<ー>その時もあれですよあのこっちに旅行に来てて「進撃のめいちゃんさん」からできて。うん めいちゃんとうかか女性かなと思って当時めいちゃんさんのアイコンがなんか女性の唇みたいなアイコンだったの、ねはい、だから絶対女性だろうと思って言ったら男性で、うん、あれみたいな <laughs> <laughs> でもその中にあんつばさんもいたんですよねああそうなんだ、うんはい、あんつばさんもその時に知り合ってあんつばさんは男性ですよね、うん、あんつばさんは男性です、ね、おじさんって書いてあるからねああそうですねおじさん <laughs> 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 そうなんですよ。確かに難しいよね。この話多分どっかのラジオで言ってましたね。うん、誰かが言ってましたね。あ、あいだ某あの花がつくアナウンサーの方が同じこと言ってました。花がつく。あ、違うかなあれ？花がつく。あれ。かな西町の。そう日町の花がつくのかあの風船の番組で言ってたかもしれないし<ー>ど。どっちかどっちかでそうそう,そう言ってました。うん あ<す>あお昼の番組じゃないの多分お昼の番組でなんかそんなことを言っていた記憶が私もすごあるということはいろんな人が多分同じこと思ってるんまあ思ってるんですよねリスナーどうしても分からないんじゃないですか分からないですね,ね実際会ってみてびっくりっていうのも多々多々 <laughs> あるですよねあの分かんないですよね じゃあ陸海空さんはイメージ通りだった。えっとね、うちの旦那は、うん、旦那の陸海空は。ラジオネームからして、自衛隊だと思って。まあ、確かにね。あ、確かに。うん、お、それを聞いたら、ちょっと長くなるので。省略します。<laughs> <laughs> 省略します。<laughs> うん、そうですか。あ、で、じゃあ。あ今日は先週に引き続き、あのテーマはスポーツで。やってるんですけれども。はい。 ちょっと待ってくださいね。メール？えー、メール、せっかくいただいてるんです。そうね。はい。しか読んでない,いつ。いつしか読んでない。<laughs> ですよ。はい。はい、ということでじゃあ、うん、今週も読んでいきます。はい。ハイサイ、ちょっと待って。うん？これ、あ、オッケーです。ハイサイ、ミタイトルラジオ三回目、リオチ山内さんそしてゲストのサッチは。 おはつです。シーサイボーイこと、広い愛瓶、うたしく。ってことで、今日のテーマ、スポーツ。うん、そうそう、最近やりたいというか、何年も前からみんなに言ってるんだけど。サバゲーをやってみたい。あ。サバゲーっスポーツー。サバゲー。サバゲ。サバイバルゲーム。<laughs> ーも私もやってみたいんですよね、これ。ね、やってみたい。そう、やってみたい。で、意外と時間が作れんくて、なかなか始められんやっさ。 で、泣いてますね。あとダイエットになるらしいから、やりたいんだけど、いろいろ装備とか揃えるのがデージやさ。サバゲーやったことあるといただいてますね。うん、そうそう、サバゲーやってみたいんですよ。そうそう、うちのスタッフね、やってるから。あ、そうなんですか。うん、え、ここら辺でやるとことあるんですか。あるんじゃない、とってもいっぱい。確か。海とか。いや、海ではやらないん。じゃない海、海はやらないか。なんか森とかでやってるイメージですよね。 あと廃墟でやるイメージがあるけどうんなんか確かにその銃とかが高いっていうイメージでう,ーんそのうんじゅうん十万とかライフルとかうん十万するでも確かにさかうちのスタッフもめっちゃ高いの揃えてるよああやっぱり、うん、ね上等なの絶対高いですよねねえ まあでも初心者だったらなんか1000円ぐらいでモデル,モデルガンじゃないなん,なんていうのエアガンうん、うん、とかででも絶対勝てないかそんなそうね <laughs> なんかだから何をたまに当たったら負けっていうあれでしょきっと。 ルール的ななんかつけるんじゃなかったでしたっけ風船みたいななんかつけるねそうつけて水が割れたらダメみたいな感じそれじゃ狙うんだそうそうそ一回やってみたいではあるけどねえ面白そうですよね私の旦那がやってるキャスでリオチ結婚こそがサバゲーやさってお前なことなんか奥が深いというか奥深い奥深いですね。 えー、サバゲーねやってみたいけどお金がないですね私もねはいあプレゼントしてくれればいつでもいいですね皆さんぜひはい、はい、じゃ続いていきましょう、うん、ラジオネーム「進撃のめいちゃん」さんから頂い,いてますはい、はい、リあチさん山内さんそしてゲストのさっちーさんこんばんはこんばんは,こんばんはめいちゃんでございます、はいはい、3回目の放送 ちゃいはなれましたか、あのやっぱオープニングトークがちょっと、まだぐだぐだですね。二回目のオンエア、オンエアはすごく、面白かったです。あ、聞いてくれたんですね。うん、ありがとうございます。そしてスポーツ、やはり今は UQ ゴールデンキングスしかないでしょうね。なるほど。キングスってのバスケチームですよね。そう,そうです、そうです。準優勝しましたよ。あ、すごい。<ー>そうそうそう、えー。なかなか沖縄アリーナまでは遠いけど。 テレビの中で中継の臨場感あれは現地に行かないとわからない確かにそうですよね、うん、余談ですが沖縄アリーナ内のフードも美味しいって聞きましたええー、美味しいらしいですよ本当にフードだけ食べ行きたいな <laughs> それできないあだめ <laughs> それは行きない琉球ゴールデンキングスの試合一度どんな感じか味わってみたいなではではツイキャス見てみます、PS 先週土曜日にせんべ会を無事に閉幕開幕か <laughs> こんな写真も撮っちゃったへお店の店員さんがめちゃくちゃ可愛かった今度山下涼さんサッチーさんいかがでしょうかといただいてますえっ、ま、<ん>これわかりますうん ちょっとね放送事故ですか。えそうです。まちらっとね。でもめっちゃ綺麗。だからね、真ん中の女性ですよね。ね。モデルさんみたいだね。店員さんなんだ。へえ。モデルさんだの本当。へえ。キングス、そういえばあのもうないんですけど、ちょうど先々週ぐらいあのうちのファミリーマート、全国だと思うあ全沖縄だけだと思うんですけどファミピ。 ファミペイっていうファミリーマートのアプリを提示してくれた琉球ゴールデンキングスのステッカープレゼントしてたんですよ。あ、えー、あやってたね。<う>結局もらえなかったか。あらあ言ってくれればもらったのに。<laughs> ああ言えばよかった。<laughs> 速攻なくなっちゃいましたけどね。ああだよね。やっぱ人気なんだ。です、ね、キングスはすごいね今。B.J. から結構沖縄では有名だったので。うんうん、ですね。 BJ では優勝ね何回もやってますけどねさすがに B リーグになってからでも今度惜しかったね準優勝だからね勝つかなと思ったけどまあでも簡単に優勝してもねあれだから面白くない次こそですよ次こそまあ来シーズンこそはい。あれですよねイケメンも多いですよねああじゃないですか僕も詳しくは実は分からないんだけどやっぱりね fm こざもやってるので、とりあえずは詳しくはなりますよね。っていうぐらいの詳しさです。なるほど。そう、イケ多いですか。多いですね。うん、なんか。例えば。私一番推しなのは、岸本選手。ああ、よく聞く名前ね。スポイントがすごいって。うん。一番有名ですよね。ああ。そうですね。うん。あとは、こ選手もいいかな。こ 外人じゃないですね、いるんですよ、コウ選手っていう選手がいて、コウ選手もボール運びはうまいし、スリーポイントも入れるし、今村選手とかもスリーポイント、ガンガン打ってきますし、いいね、キングスの選手って、沖縄の選手以外にもいる。もももちちろろんんんですすよ外人いまう すごいですね、うん。やっぱプロなんでね。でねプロが好きだからね。うん、そう確かにそのテレビで見るのとは全然やっぱりね。本場で行ったら、うん、違うと思う。全然私もルール全然知らないですけどミニ、ね、は行きたいです。ですよね、うん。サッカーとかも全然知らないですけど。サッカーは一番あれじゃない、はい、?FC 琉球じゃない、うん、ああそうですよね。沖縄といえば、うんそうですね。僕も実はサッカー サッカー好きなんですけどなんか,見にはいかないですね,あんまりねあ確かに私もバスケは見に行くけど <laughs> サッカーは見に行かないかも多分ねだからアリーナぐらいの上等なスタジアムができたらなんか面白そうなんだけどあともうちょいこう強くなってねうん、うん、こう。そうですね <laughs> あれだったらいいんだけど名度が上がれば多分見にも行くんだろうけど、うん、あっやっぱあれですよ地元の選手がやっぱ最初ほらキングス地元の選手もいっぱいいたじゃないですか沖縄の選手でもうえっ、ー、とねなんだっけ FC 流球はその辺も多分関係あるんじゃないかなとサッカー自体沖縄があんまり強くはないですからまだ。 まだまだ。うん。これからだね。へえ<ー>。サッカちなみに今再開ですしね。<laughs> 縛りを<よ>。<laughs> いやみんなの応援って結構大事ですからね。うん、本当に。リュウチさん今なんかスポーツはやってないんですか。何もやってないです。ただドラムやってるでしょ。あんあれはもうスポーツっぽいよね。うん、あでも意外とそんなことないでしょ。えあ<の>そうなの？ドラムってなんだろうこう。

民,民族とかあるじゃないですかあいう人たちはもう小さい頃からそういったリズムを刻み込まれているんでうん、うん、もう DNA にあるんですよねああいうはい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 なんでああいう人たちには勝てないかもしれないですもんいいうーん才能1%の才能みたいなだって手両方動かして違うリズムやるわけでしょで足もまた違うわけでしょ、うん、でもあれですよほとんど一緒で足と手は一緒だったりします意外とあそうなんだそうなんて言えばいいんだろう まあ難しいんですけど。<laughs> <laughs> あと力を入れたら逆にダメです。抜いてやるんだ。抜いて抜かないと手首を使ってあの早く叩いたりするんで。えでめっちゃ体力はいりそうだけどね。どうなんですかね。いらないと思いますよ。いらないの？いらないです。いらない。いりそうだよね。いりそうだけど。パフォーマンスでなんか吉木さんとか結構、うん。 ね、あと首とか振ってます。はい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 。まあ、あれぐらいです。あれパフォーマンスですからね。そう。なんあ、分かった。リオチ。ダイエットのためにウォーキングしたらいいさ。ああ、ね。ボスケ一緒にやったら。あの、一回誘ったんですよ。嫌だって。嫌だ。拒否られました。まあ、ボールは敵って言ってるからね。そう、先週。ボールは敵って言ってました。ボールは敵です。うん、そっか。 はいなんまあ、私は音楽かなドラムと毎週水曜日この収録前に私はギターを習いに行ってて 2>,、うん、2時間 2> どうですか今ギターはギターはちょこちょこあれ両子三振もやってなかったね三振もやってますいろいろやってるねいろいろやってるんですよはい多分私よりもいいんじゃない三振できるの ああ私習ってました、ね、小学校の5年生から中学校3年生まであ結構沖縄市の,、ねうん、あの子ども三線教室って今あるかないか分かんないんですけどうん、うん、そこでやってましたねえすごいな<ー>長い間ねやれたらいいですけどねはい楽器できる人は俺はもう信じられんけどね <laughs> <laughs> ギターは本当に難しいですねあの。沖縄市にアルハンブラっていう音楽バーがあるの分かります音楽バーバーがあってえー、っとねギターの松田なんとかさんっていう有名な方がいてその人がライブやってるんですけど<ー>めっちゃうまいわけギター,ーすごいっすよ。すごいな感動してもうそれ見て俺はギターやりたいって。 ってだけは思いましたね。うん、<laughs> 初めて。いやだから本当に毎月あのシャーロントゥーザスカイのあのバンドを見に行ってるんですけど、いややっぱ見に行くたびにちょっとそうモチベーションがすごい上がります、ね。ああいいですね。魂さんの歌を聞いてると本当に。あのバンドってプあの演奏の技術がすごい高いんですよね。うん、本当ドラムも上手いですし、ベースもすごい上手くて。ベースの人ね。はい。なんか 味がってかっこいいよね。すごいかっこいいですね。なんでも半端ないですあの三人は。そうなんだ。はい。ぜひぜひ皆さん聞いてみてください。メールは大丈夫ですか。メールはもうはい。あオッケーオッケー。大丈夫です。ツイキャスで陸海空さんがリオチエースやってみやってみる体力アップするしますよ。そうエーサーもね。エースいいんじゃない。やってみたいんです。ちょうどシーズンじゃない？うん。そろそろ。 でも練習しないとダメです。それは練習は必要じゃないですか？ね、そうそうだからあれでしょうあのなんだっけ青年会に入らないといけない。いや青年会だけじゃないのよ<え>そうそう今は、ね、あそう創作、うん、エイサーもあるから。へーそうなんだ。そう,そう,そういろいろ探せばあると思う。うん、そうなんです。そういろいろ経験はしてみたいですね。エイサーはねなんかできそうだね。 本当ですか、うん、えー、でもあんな太鼓持てないですいや手踊りやればいいんじゃんそう手踊り私ダンスみたいなのが苦手あそうなんだ <laughs> ちょっと待ってダンスが苦手ってどういうこと <laughs> ダンスが苦手なんです振りが覚えられないっていうか、えー、あでもあれ単純だはずよ本当にあのカチャーシーできないですよえあ,俺もあそっかえ嘘カチャ足できないええー。死に下手こんなであ <laughs> でも男の人はグーじゃないですか、うん、グ,ーグーで回せばいいだけででもさおかしいわけよ明らかにえででか自分でわかるで,で,でかやるじゃないですか下 <laughs> みんなから笑われるからもうやらないって <laughs> 本当に下手なんですよ私もわかんない全然まあ一度私キャンプ行ったことがあって今の旦那さんと結婚する前に。 一回レクチャーしたんですね、うん、あの本土の方十何名か来てグループソロキャンプをやったんですけどいいねギャンバルの方で,、うん、でその時にあの地元の人が私一人っていう地元私一人で「カチャ足教えて」ってなって「<laughs> <laughs> ええー!」って言ってもうレクチャーしてやったんですけど、うんはい、やっぱり。 今度の人はぎこちなかった。<ー>やっぱそうですよね。私もぎこちないし。<laughs> そっか。ということで、じゃあ。はい。え、ね、教えるんですか。そうそう、エンディングですかね。はい、はい。早いもので三十分。経ちました。来週は、うんえー、まだちょっとテーマ決まってないので。はい、えー、ちょっとまたテーマ決まり次第。 ツイッターかな？ツイッターの方で告知しますね。はい、メールアドレスだけ時間ありますかね全然余裕です。はい、えー、ここちらにお送りください。doc.radio.gmail.com スペルは riochi.radio.com までお送りください。またね、あのテーマ決まり次第ツイッター。Twitter であの送りますので皆さん、どしどしメールを送ってくださいね。ということで、またお会いしましょう。今日のお相手はリオチ、りおちとさっきとおやすみなさい。ババイバイ